大学院研修の課題研究で取り組んだあのものなんですけれども、学校図書館の機能っていうのを整理しまして、それをもとにそれぞれの機能が効果的に発揮されることで、学びの拠点としての学校図書館をみんなで作っていくっていう、そういうプロジェクトなんですけれども、つながる学校図書館ではブックカフェ、ワクワクライブラリー、動く図書館、この3つの取り組みを連動させることを通して、図書館がワクワクの空間になっていくことを目指しました。このブックカフェについては、人や本に出会う場として、学校図書館が学びの拠点として人や本や様々な世界をつなぐっていうことで、様々な企画をしています。このプラットフォームとしてのワクワクライブラリーは、掲示を通して本や人をつなぐボードです。学校図書館の取り組みが掲示を通して可視化されて、それを通して人をつないでいくっていうようなものになっています。学習と本をつなげる動く図書館は、学びのマップっていうのを作成したんですけれども、年間の教育活動を可視化したもの、これを作成しています。本校では、こちらの学校教育目標の具現に向かって育てたいキャリアの力を育成するために、どう教材や活動が関連しているのかっていうこと、そしてそれがどう図書館と関わっているのか、地域人材をどこでつなげるかということで、カリキュラムマネジメントの視点から学びのマップを作成して、学びのマップをもとに学習に生かせるようにということで取り組みを連動させているっていう、全人口ではその司書共有としてこの学校図書館プロジェクトをやったんですけれども、そうしました時に本の貸し出し冊数がだいたい前年比から2割程度増えました。それから図書室への来館者について調べたところ、年に1年で2万人を超えるような、そういう結果となりました。そういうふうに学校図書館と子どもたちの距離を近づけるっていうふうなことができたかなと思います。それとともに地域人材の方にもたくさんご協力いただいて、ブックカフェで講座をしていただきましたので、地域の方とつないだり、ボランティアの方とつなげたりっていうふうな形で、人々が楽しく集うような場になっていきました。それと同時にそのプロジェクトを発展させて、職員版ブックカフェという取り組みもしました。それは学び続ける教師の開かれた学びの場として、学校図書館が地の拠点として、さまざまな地域人材を招きしたり、先生方でそれぞれお得意な分野、特技を生かして講座を開いていただいて、子どもたちの教育に還元するっていうことをしてきたんですけれども、それもこうよりチーム力をアップするような、そういうふうな取り組みになりました。その後移動してこちらの学校で勤めさせていただく中で、今度は職員版ブックカフェを発展させて、よきたカフェという取り組みをしています。よきたカフェも同じように職員の学び続ける楽しい時間なんですが、これ職員構成の要素も取り入れたりして、こうやっぱりいろんな人とつながったり、いろんな人の良さに気づいたり、情報を共有することで子どもたちの学びに還元できればと考えて取り組んでいます。そちらの方も世代を超えて、いろいろ学年も超えて語り合う場になっております。また今コミュニティスクール担当の教員として地域につなげる取り組みもしています。同様にしてよきたコミスクカフェというのも開いています。夏の研修では京都大学の小松育夫先生を講師にお招きして、コミュニティスクールの学校名教員会の委員の方々や職員、それから民生委員だったり、地域ボランティアの方だったり、共同センターの職員の方であったりっていった、さまざまな地域学校に関わる方々が集うことで、学校の未来について話すっていうことを取り組みました。そうすることで、一人一人が自分ごととして学校への思い、みんなでつながって子どもたちの地域のより良い教育が展開されるようにっていうような、そんな思いを共有してみんなで進むっていうような、そういうことにつながっています。育休の時にですね、よ
く本を読んで一日をスタートさせていたんですが、育休明けの時ですね、本を読んで一日をスタートさせた時とそうではない時とではなんかやっぱり違うな、忙しい日々の中で本を読むっていうことがとっても自分の心も安定するし、さまざまな知識とかを得ることもできるし、すごく学校図書館がやっぱり無限の可能性を持っているところだなっていうふうに思いまして、学級担任として取り組んでいた時には読書活動であったり授業との連携であったり辞書引きの活動で辞書をね生活の中で身近に感じて活用するというようなそういうさまざまな取り組みをしてきました。学校図書館の研究をしようと思って大学院の方に行ったんですけれども、浜松市の学校図書館部の司書教諭を対象としたアンケートであったり文部科学省からの出されているものであったり、それから研究校のそれぞれの分野の方のインタビュー調査であったりしたんですけれども、それらを通してみんなが学校図書館の魅力や良さは分かっていて、一人一人は思いを持っているんだけどアイデアを具現化できていないっていうような結果が分かりまして、そうした中で浜松市の図書館の方に職員の方にインタビューしたところ、図書館が人や本をつなぐさまざまな取り組みをされていることが分かりました。赤ちゃんのブックスタートから始まって生涯学習の視点で図書館っていうのはすごくつなげていくっていう機能があるっていうふうに分かりまして、ただ学習っていうだけでなくていろんな人やいろんな本やいろんな情報やさまざまなものをつなげていくことができる可能性があるというふうに考えまして、それで研究の方をさらに進めていきました。現在吉新北小学校では校長のビジョンである笑顔あふれる学校に向かって職員みんなで歩みを進めています。学校図書館の本とか人や情報であったりそのつなぐ機能を学校の教育活動に展開するとともに、子どもたちが笑顔で安心して学校生活を送ることができるように学校であったり家庭であったり地域さまざまな方たちと一緒につながって同じ方向で子どもたちの地域の豊かな教育が展開されていくことを目指しています。それをコミュニティスクールで今取り組み始めているところです。私たちは大河の一滴であるかもしれないんですけどね、でもみんなでつながれば教育の大きな流れとなってね、より良い教育であったり豊かな社会とかにつながっていくかと思います。それぞれの立場からみんなでアイデアを出し合うことで次の時代を共同創造していくことができたらなと考えます。やっぱり人は大学院の先生が教えてくださったんですけれども、幸せは人が運んでくるっていうふうにおっしゃられました。子どもたちにもいろんな人にもそんな幸せが人を通して本を通して運ばれていくように、教育力のある空気学校を作って次の時代を育てていきたいなというふうに思います。このコンセプトを発展させた取り組みは学校の職員であったりそれから学校運営協議会の方々、子どもたちや保護者の方々、地域の方々、ボランティアの方々、たくさんの人のご協力、みんなのおかげで実現している取り組みで、思いやりと優しさでできています。この受賞は、そういう学校に関わる人、みんなに贈られたエールのように感じています。たくさんのヒーローがいることを、本当に感謝とともにお伝えします。そして、これからも、教育を通して人の幸せに貢献することができるようにみんなでより良い社会、豊かな社会、未来を作っていくことができるように共同創造していくことができたらと思います。本当にありがとうございます。